マダイの塩です。あ、マダイの塩っていう、ちょっとマダイ、はい、マダイの塩っていうのは本当にありまして、その塩ではなくて、はい、マダイの塩っていうのは本当に売ってるんですよ。で売ってて、これあの日本酒に合うたこ焼きっていうのをこの竹虎氏が研究された時に作ったたこ焼きなんですけど、あ、塩だ。いや、僕だからロシアがまだそのソビエト崩壊してロシアになって、その入国するのが結構大変なまだ時期に出張で行ったんですよ。向こうに呼ばれてたんですけど、それでもビザだなんだってやるのにすごい時間がかかった時期で、日本人なのってほとんどの人が商社の人間が行ってるぐらいみたいなレベルの時に行ったんですけど、変だなと思ったら入国審査えらい時間があるんですよ。で、ツーって通ってる人と、そうじゃない人で、僕なんかその変な止められが止まって、ずっと何かを見てるわけでもなく、その検査官の人が最初ガチャガチャガチャって僕見ながらこうやってやった後に、ガチャ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 ってやって、画面見た後に、僕の方をこうやって見てるんですよ。で、僕、こうやって、もうってなるじゃないですか。で、これ冗談抜きで、5分間ぐらいここだったんですよ。だから僕気持ち悪くなっちゃって、英語でいいかなと思って、で英語でちょっと、あ、すいません、あとどれぐらいかかりますかって言ったら、シャッとヨーマウスって言われて、英語通じるんですよね、英語通じるんで、黙れで、うん、静かにしろって言われて、黙ってろって言われて、またそこから本当にもう7、8分だから合計で10分以上ずっと眺められた状態 でしばらくしたらその人がこうやってまたカチャカチャって言って行けって言われたんですけど、何やってんみたいな、まだパソコンの画面見てなんかあれだ、俺の方見てるかな、それひょっとしたらだからそう指示待ってたのかもしれないですよね。あれ、ああいうですね。やってるよって。こうやって能力者が空き待ちしてて、ようやくこいつ見れる番だって、はい、見て、早く見てくれって見て、あ、そいつ何も持ってない、大丈夫みたいな。こういうことだったのかな。います、います。不気味な時間でした、あれは。ミスターマリックさんってすごくないですか？ミスターマリックさんだって、トリックじゃないですか。トリックですけど、100%。100% トリックだけど、そこら辺の超能力者よりやれることが多いですよね。だってトリックだもん。うん。でも、トリック見破れない以上同じレベルで、あの人だって手から生ビール出してましたよ。だから手品だから。え、どうなってんだこれと思って。だからここね、超能力と手品の世界行っちゃって、これもね、あんまり言うと良くないんだけどな、某メンタリストなんかも全部トリック、はい、あ、そうですよね、いや、それはね、僕は別にメンタリズムじゃねえだろうっていうツッコミがあったりとか、その超能力とその手品っていうのはすごいこう、ね、常にね、手品師から言わせると全部あれなのできるぜ、トリックでできるぜっていうんだけど、これもあんまり言っちゃいけないんだな、ダメだと分かってしまう、どうしようこれ。いや、僕はね、僕はぶっちゃけマリックさんとかデビッド・カッパーフィールドは本当は超能力使ってるのに、あいつら商売するために超能力じゃないって言ってんじゃないかなと思って。ちょっとトイレ行っていいですか。どうしましょうかね。言える範囲です。そうです、収録なんで、カットすべき、ダメならカットします、映像チェックしていただいて。もう知らないよ、もう。いいです、いいです、そういう番組です。さっきね、手品とか、はい、手じゃないですか、マリちゃん、やっぱりこう手品の本場、本場ってあるじゃないですか。ラスベガスです。あ、ベガス行っちゃったな。ベガスは僕西川に毎年行ってました。ああ、もう手品師、マジシャン、ね、イリュージョニストっていうのがやっぱり本場はアメリカで、そのいわゆるマジシャンの協会ってあるんですね。まあ、ありますね、その組合みたいな、はい、でその協会の、まあ、ちょっと奥の院みたいなところが、ほうほうほう、でそこの奥の院の組織というか会員っていうのはこれ一言も言ってないですよ一言も言ってないですよ、聞こえない見えない、通称、うん、MC、はい、そうですね、ですね、はい、そこはですね、うん、まあ当然がマジシャンですよ、
そこに所属してる人たちは全員超能力者、うん、やっぱり僕絶対そうだと思ってたんですよ。だからそれとあのトリックでいろんな手順ももちろんやってるけども革新的なもんで起き手があるんですよ。お起き手おどういうことなんですか。絶対超能力者だってはならない、はい、行った瞬間は波紋。あそうなんですね。絶対ダメ。掟を破ったやつが歴史的に一人だけいる。ひょっとしてそれはあのイニシャルだけにしてね、はい、UG、まあ、結構スプーン曲げとかでね有名な誰だっけ。ちょっと待って、分かった。誰だ。ダメだよダメだよダメだよ。言いません。ダメだよ。あれ掟破りなんですね。だから追放されたんだ。だからか。だからよくねあのショーとかでマジシャンっていうか手品もやってたじゃないかってことで批判されるんだけども、実はそういうことなんだ。マギーシローとかどうなんだろうな俺一番好きなマジシャンマギーシローなんだ。耳が大きくなっちゃってる。あ、シンジの方でした。そしでもマギーシロー普段超絶ふざけてんだよ。でもですよね、電子レンジ上に布かぶせて、え、消えんのかなと思ったら布引っ張ったら電子レンジ引っかかって電子レンジが前に落ちて消えるわけないのねって言ったのね俺何が起きてんだこれと思って。でもそう思ってたら一番最後にすごいマジック見せる。やりますよ。あのネタが分かんないやつ見せるんだよ最後一回必ず。なんかあれはちょっと怪しいんでって。マリックとかもそうなんだけど、あれトリックじゃなくて本当は超能力なんか、うん、裏返しで超能力なんじゃないかなっていう、うん、まあミスターマリオさんはそれが売りでしたからね。そうですよね。いやめっちゃ面白い、めっちゃ面白かった。そこがねその秘密結社フリーホニャララっていうのが面白いなみたいな、ね、うん、やっぱそういうのまだあるんですね。まだじゃなくて、うん、ずっとなんですねそこがあそこのエンターテインメント界も結構やってるわけだな。そうですね。わかりました。それちょっと趣向を変えた、うん、これもちょっと視聴者もちょっとガラリと空気が変わるかもしれません。もうまさにムーそのものの話になりますけど、うん、ノストラダムスがやっぱりものすごい盛り上がってるわけですよ。あ、はいはい、でもう社会人になって来たるべき1999年が来るぞと。2000年はないわけですよね僕ら、うん、ムーミンにとっては、うん、99年滅びるんだから、うん、でそのびっくりしたのがムーさんがそのまずムー2000年度のその定期購読のお知らせっていうのとその2000年1月号の予告を載せられていたし、なんならその2012年の滅びる時も2013年度のその定期購読のお知らせが載っていて、僕うすうす感じてたんですけどムー編集部の方々はあの滅びる気が全くないですよねあのまずですね、まあ、もうノストラダムスね、はい、ましたけど問題の予言師、はい、これは、まあ、初世紀もしくは百紙編なんてね日本語でありますけども、第11巻の27、はい、72巻ここに1999年7の月あります。空から恐怖の大王が降ってくる。アンゴルマの大王を復活させるためにその前後火星は幸福の名のもとに統治するであろう、はい、さすが編集長でございます。
はい、かっこいい。もう第10巻72番ですね、はい、職業病みたいになってますよねでここで注目はこれ4行詞って言うんですけど、はい、カトラン4番目の行、その前後火星は幸福の名のもとに統治する、うん、前後って言ってるわけですよ、はい、99年7の月の後もある、ね、あ、なるほど、大前提として、うん、大前提前後なんだからと、うん、でしかもノストラダムスっていうのは、うん、その例えばアーリー2世の手紙の中だとか、うん、セザールの中でいろんなあの自分の予言のことを書いてるんだけど、はいはい、その3000何百年まで続くって書いてる、うん、おお、そっかそっか、ノストラダムスのことについて少しでもかじった人であらば、はいはい、1999年で人類滅ぶ、うん、何言っちゃってんの、うん、って感じなんだ、ね、何言ってんのって。でも滅ぶ滅ぶ言うてましたよこの雑誌僕小学校の時に滅ぶ滅ぶあんまり言うから1999年までやりたいことやっとかなきゃと思って。それは別の雑誌、別の雑誌であって他の媒体媒体だったかな、そうだったか、うん、ついについにって言ってましたよね。創刊当時から全部ここに出してください、うん、ちゃんとその後もあるから、うん、そうで、なんかよく言うんだよく言うんだ、もうまあ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 99年人類が滅ぶってちゃんと書いてる。99年の後どうなるのか、でなんかそう書いてるんだけど一旦過ぎたことで、しかもなんか解決したように見せかけて、なんか2年後ぐらいにやっぱりあったとか言い出すじゃないですか必ずまたやっぱりあったって、ま、戻っとるやんっていう。これはノスタダムスの予言っていうのはあくまでも解釈なんでね、うん、なるほど。だから10人いたら10人の説があるという新解釈みたいな、いろんな説があるんで、うんうん、まあ言ってみればそのノストラダムスの本当の真意っていうのは分かんないよ、分かんないですね、うん、それこそノストラダムスの霊をね、イタカのように下ろして聞かなきゃ分かんないぐらいのレベルである、うん、ただノストラダムス自身も手紙の中でね、はい、分かんねえぞとお前らにはって書いてるわけよみんなもうノストラダムスも編集長も言っちゃってるからな、分かんねえって今だいぶ言っちゃってるからな、もうやばいんだよ。でも本当のことは分からないけども、うん、本当のことはあるわけです。そうですよね、うん、ね、はい、まだまだお前ら分かってねえだろうっていう次元の、うん、本当の意味っていうのは分からないように書いたって本人が言ってんだもん。なるほど。なまじ分かったっていうやつが本当かっていうね、うん、はいはい、滅亡って言ってますね、はいはい、だからさっきの幼行詞のどこにも滅亡って書いてないじゃん。でもムーンは何回も滅亡って書いてます滅亡説を取り上げてるの、うん、あ、そうですよね。なるほど。でもついにとかやっぱりって言うじゃないですかでもその先のことをちゃんと書いてる、うんうん、まあそうですよね。だから先があるから来年の定期購読のお知らせが必ずあるわけですよねそれはムーンの読者だったらば普通、うん、いや、わかんない。99年以後もあるよね、当然だよね。いや、なんか次は2012年だよね。そうなんですよ。なんか強力な呪いみたいな話を書いといて、このなんか付録を使うと大丈夫みたいなこと言い出すじゃないですか。え？見ます。めっちゃ怖かったのに。え、それね。最後付録で。それね、他社だと思う。他社じゃない。他社の歌詞。他社じゃなかった気がする。別の雑誌ですよ。よくねごっちゃにする人いるんだよね、すごいね。ごっちゃになっちゃうんだよ、このロゴだった。いやだってね、広告出稿してる人たちも数珠とかさ、いっぱいムーで売ってるじゃないですか、うん、滅亡するって言ってんのに最後まで宣伝してるから最後の年も滅亡しなくてよかったじゃん。いやそうなんですけどえ、滅亡した方がよかったの。いやそんなもんないですよ。滅亡した方がよかったの。ただちょっとぶち切れるもん。ただ若干僕はであね、これ本当ね、功罪あると思うんですよ。僕本当に小学校の時、1999年ってことは俺が何歳ぐらいって分かったんで、結構慌てたところがあるんですよ。慌てたがゆえに自分の行動とかその勉強とか含めて活性化されて加速したっていうのはありますよね。それはすごくいいところ。やっぱ生き方ですよ、うん、生き方は変わった。逆に100日目に死ぬワニですよ。そうそうそうです。だけどどうやって今を生きるか
そうなんですけど、ムーの場合は、100日後に死にますって言ってて、その普通に101日号が出て、で、110号目で、やっぱり来る週末みたいなことを言い出して、じゃあ100日目で死ぬワニが本当に死んだのか、うん、まあそうです。IP として生き残ってますもんね。あれ本当に死んだのか議論あるじゃないですか。確かに。あれ、わかんないんですよね。若干。意味深なこのね、終わり方してるじゃないですか。してます、します。ほら、炎上したじゃないですか、うん。100日後に連載が終わるって意味だったのかな、あれな。で、ムーに至っては終わらないからね。ほら、もう。それも説じゃないですか、うん。あ、そうですね、確かに。そういう読み方ができるっていうことは、やっぱね、鍛えられたんですよ。ムーミンで鍛えられた。さすが。普通の人はできませんよ、これは。そうなんですよ。よかったじゃん。原さんよかったんですよ。いや、そう、うちのね、妻はムーを読んでないので、でも、昔からあるじゃんって言って、僕、妻が一回り違うんですよ。12個ぐらいしたんですけど、昔から私、生まれた時ぐらいからあるけど、よくネタ持つねっていう、うん、そう分かってない人の発言なんでね。うんうんうん、いや、違うんだと。なんかね、季節感があって、そう。だからある時期に来ると、マヤ文明がまた来るんだよねみたいな。ていうか奥さんの方が正しいですよ。うん、あ、そうなんです、ね。創刊当時からネタつきてる。ないんだよ。あらら。ないんだよ。あらら、ネタ。あらら。言っちゃったからね、もうこれね。創刊当時の1年のバックナンバー見てくれ。今と同じだよ。そう。ネタが。いや、それが同じ。今遠回しに言ったんですけど、それ切実な問題なの。いや、ムーミンただ一つそのノストラダムスのカードがもう切れないんだよ。そうなんですよ。ムーミン全員気づいてるんですよ。この間20年目で切ったけども。うん、やっぱりって言いますもんね、記事の中で。そうなんですよね。いや、これは本当ね、ムー最大の謎が今解けてしまいました。解けてしまいましたね。僕の身近でもいるんですよ、エイリアンアブダクションされたってやつが。アブダクティーが。そうなんですよ、アブダクティー。で、特に多いのが、中米、北米あたりの、私は宇宙人。これね、面白い傾向があって、アブダクションケースってね、ほぼアメリカなんだよね。そうなんですよ。アメリカとか、まあ、ヨーロッパもイギリス。多少ありますよね。でも、基本アメリカ。アメリカの。アメリカ文化。文化なんですよ。アメリカと中米あたりですよね。中米。まあ、南米もちょっとあるけど、南米もちょっとアメリカ文化ですね。そうなんですよ。北米あたりに集中してる。で、あの辺でアブダクションされて、アブダクティに限って、やたらとデッサン力が低いっていうのが僕の持論なんですけど。あ、それ知らないから。例えば、アブダクションでいうところの初期、これね、1970年代、はい、特に多いんだけども、はいその頃の方々ってすごい写実的な。あ、書いてるんですか？いっぱいある。僕が見たことあるのはもうこのレベルなんですよね。まあ、もちろんね、デッサン力云々っていうのは、まあ本人のね、その素質かもしれないけども、特に初期の頃の、事件に関しては皆さんもすごい書いてますんで、もうリアルで。結構リアルに書いてるんですよ。それあんまり出てこない。それがあまりにも共通点が多いっていうんで、前小西というグレーみたいなね、はいはいはい、あれがそのステレオタイプでこう小西宇宙人っていうになったっていうね、これ未知との遭遇のねあれも大きいんですけど、僕デザイナーとか知り合い多い中で宇宙人に拉致されるやつに限って絵が下手なんですよね、うん、どんなんだったっていうとひどい絵を描くんですよ。まあ、これじゃあ拉致された価値がねえだろっていうぐらい。もう一時はデッサン力がない人間を選んで拉致してんじゃないかと思ったぐらい。デッサン力ない、俺だったらもうちょっとうまいこと描くぞっていつも思ってたんですけど。あ、でもいらっしゃるんですね、ちゃんと。あるんですね。それが世の中になんであんまりこう。あんまり出ないよね。出てないというよりも、それがUFO とかの研究の中ではスタンダードで、むしろこっちの方、こういうのがこう出てくるっていうのは、あんまりその研究家の中では取り上げられてない。だから逆に言うと信憑性やっぱ低いんだよ。俺もうコンタクティーがいてね。うんうん。あ、って言っちゃった。ね。はいはいはい。四国出身のね。ね、高松市出身。俺はすごい聞こえる聞こえる受信してるって言うから、そいつん家に行ったらリアルにそいつん家のこう
ステレオコンポのラジオのアンテナから普通にトラックのうんちゃんの、まあ、16号コミコミっていうのがいやこれ無線だぞっていう拾っちゃったんですね。そうなんかあれですよ、普通に、ね、あの針金のもんだけど本当に周波数ね合えば、うん、だってあの面白いところあるじゃないですか、ガードレールから声が聞こえるっていう。あ、なんかねありますもんね。 あれ本当に電波入ってる、あのしてるラジオとして聞く。ラジオなんかって所詮あのチューニングとかアンテナってただのコイル巻いてる。そうなんですよね、こう合わせるだけなんですよ。あれ電源なしで聞こうと思ったらラジオって聞けんだよ。すごいんだよ。てかであの電波自体がそのエネルギー。そうですもんね、だ電気ですもんね。そうそうそう、だから遠隔充電できるのも同じで。だからよくあるのはその歯がね、はい、その金属の詰め物やってこう聞こえてくるとか。知ってます、受信できるやつがいるんだよ。銀歯みたいな時です。そうそうそう、でだからあのそれを利用してそのこの歯に、はい、そのね、あの今こう、はい、トランシーバーみたいな形で、はい、あのトリック使う手品師もいる、はい、骨伝導とか使ってね、あのそうそう、それで当てるんだって後ろから見てもらって。大丈夫かなこの番組ネタバレしちゃったよ後ろから観客になんかもうそれトリックやってんだ、あ言っちゃってるからもう絶対ピーだからもうでも〇に関してははあの本人が猛烈に反発してたけど、いやふざけんなこんなこと言って絶対違うから、違うからだけど知ってる人がいるからな、もうなここにな本当のことあれをこうやってるあのね、あのまあ、いわゆるその超能力否定側のね、あの組織とかあるだろう、スケプティクスの人たちも、ね、はい、これに関しては猛抗議だよね。ああそうですよね、うん、イニシャルで攻めて、うん、いやあだいぶねUG だいぶ聞き取りにくい放送になるけどね、これ UG あのどっかの、ね、デザイナープラントみたいなUG いやそうだよ、うん、受信者ユリクロみたいな違ったこれだから、ね、全然お体でも何でもないですけど、編集長多分もう、ね、世代的にはもう僕よりちょっとないくつか上なんで、だから超能力とか心霊とかね、うん、初期 その批判的なものとか、うん、そういうのっていうのは、まあ、非常にレベルが低い、ね、そうなんですよね、うん、だからそのだからなんだろうな、そこでつまずく、はい、子たちっていうのはもうそのあるもう世の中も1週2週3週4週回らないと。なるほど、だからね、そういうところでね、うん、つまずいてる方々は絶望が足りない。なるほどまさにそれがマスムーが世の中もっとその先がある、うん、先があると言いつつ同じところでこうぐる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 あれこの話題なんか4年ぐらい前に見たぞみたいなこうね。でもその時には一つ上に行ってる、ちょっと同じところを回ってるようでも一回上に上がる、うん、そうですね、それが成長っていうこと。そうですよねムーさん、それを重ねることを人生っていう。そうなんですよ、オーパーツなんてすごいなと思うのが、なんかこれオーパーツじゃなかったっていう解明が世の中でされて一般化した時に急に忘れたかのように扱わなくなるんだよね、うんうんうん、あのオーパーツの写真二度とムーで見なくなったみたいなのがあるんだよね。やるやる、うん、やりますよね、ちゃね、そういうの逃げるからもういくらでもやっちゃうよ、知れた何だろう、聞きたかったような聞きたくなかったようなネッシー、はいはいはい、ネッシーなんかいい例なんだけども、はい、あれは世間に暴露されましたもんね。ネッシーの一番最初のね有名な写真、他にも写真あるんだけど、一番有名なその外科医の写真っていうのが、はい、トリックでこうやって船のこうやって作ってるの、ね、嘘だからあれ、あもうそれが2周して嘘なわけですね。嘘だよ。ってことはあれ言ってるの全部嘘だもん。そのトリックだったっていうことが嘘だってことですね。何言っちゃってんの、うん、何信じてんの世の中はって感じ。なるほど、覚えてるけどニュース23の筑紫哲也がさ、はいはい、歴史的な写真がこれでブー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 とか言ってるけど、はいはいはい、何言ってんだろう。なるほどなるほど、ほらっていう、あれは外科医の写真っていうのはこういうふうなところしか写ってないんだけど、はい、これ脳トレの写真ってこうあるわけ、はい、これあの連続写真なわけ、はい、連続写真でこの対岸まで写ってる写真があって、あれってあれね、カワウソだよ。カワウソなんですか。カワウソが泳いでる写真で、あそれをこうトリミングしてするとああなるんですね。だからあれはネッシーでもないんだけども、あれはカワウソよ。そんなのだって、あの、ユーマ研究家はもう知ってるって、
知ってるんですね。あれはもうアイコン的になっちゃって有名すぎるから、はいはいはい、あれをねトリックでしたって言うからこう、はい、デバッキングみたいな形でまあ世の中の人で、はい、まあ、信じたわけでしょ。信じましたよ僕。ダサ。僕は小学校の時は信じてましたよ。いると。甘い。あれはそもそも、うん、みんな否定してて、あんなものは証拠としては使えない。なるほど。でなくてもあんたしネッシーは、うん、ネッシー陸に上がってきてんだから。上がってきてるんですか。もちろん見れるの。のび太の恐竜機みたいみたいな。だから恐竜でもないよ。そのプレシオサウルスってね、あの海星走れてもね、走れてもないよ、うん、上がってきちゃったんですか。いるいるいる。だってもう捕獲されてんだもん。捕獲されてるんですか。ね、そうよ。今どこに動物園か水族館ですかね。知りたい。はい、知りたいです。はいはい。1匹はアメリカ、あ2匹はアメリカか、1匹はイギリス。え、じゃあ希少な、希少っちゃ希少なんですよね。でもちろん基本的にはあの古生物だよね。えアメリカに持ってるの。大体アメリカ持ってくんだよ。そう、調べるために持っていくんですか。もちろん。アメリカはやっぱ、まあ、大体ね、あの世の中からなくなったものは大体アメリカ。アメリカ、そうですね。アメリカか、アメリカ、アメリカかルーブル美術館にあるっていうフランスのね、うん、ルーブルは確かに、ね、ルーブルね、他の国にあったものがあるもんね、あそこにね、うん、なるほど、そう、そういうことなんですね。もう分かってる、分かってる。子供産んだりしないんですか。おそらく、繁殖させてると思うけど、繁殖まで行ってますか。いや、それはそうでしょ、生物。見たい。それを何に使おうとしてるのかな。基本的に DNA よ。DNA。ああ、そっか。DNA。なるほど。そんなの、ムーなんかもう、その、ネッシーが捕獲されたなんてさ、うん、もう、30年くらい前のネタよ。うん、まあそうですよね。捕獲ってキーワードもたまに。その中でネッシーがな、なんかの模型だとか、ああ、ああ、おととい来やがれって。ああ、そうなの。土の子は。そういう。ああ。日本でも何回か。で、土の子は日本なんだけじゃん。はい。捕獲。あれは捕獲されてるんですか。っていうケースをね、取材しましたよね。いや、やっぱり。でももう死体になっちゃってる、うん。そうなんですよね、大体。土の子。ただ蛇かどうかわかんないね。あの形状を見る限り、ひょっとしたらトカゲのその。あの手足がない種類 ないバージョンがかもしれないけど、たまに出てくる。なるほど。分かりました。たまにっていうかそういう種がいるみたいな。分かりました。超能力者、日本で有名な清田清さんね、うんうんうん、あの方、三上さんとお会いしたことやっぱあるんですよね。何言うてんの、うん、あの方とかどうなんですか。清田さんのガチよ。あれ本物。長い長い、もう付き合いも長いしね。あれ本物ですか。一緒にあの風呂入ったの。あれ、あの人やっぱり本物。本物よ。ガチよ。最近スプーンはね、曲げるんじゃなくて折ってるからな。切断してもらっちゃったら。いや、別に言えば来ると思うよ、ここに。本当ですか。一回紹介して。いや、え、ちょっとめっちゃ面白くないそれ、その回。いや、あのね、こういうふうな噂話だとか、都市先生で誰かから聞いたとかさ、うん、そういうのどうでもいいの。うんうんうん、目の前で本物を見るかどうかですよね。で 本物ってどういうものだ。手品と何が違うかっていう、その緊張感、緊張感と、やばい、見たいかもしれない。いや、楽しいですね。見たい。僕もテレビ見てできるかスプーンはやったんですよ。ボッキボキでしたよ。本当。フォークも。いや、俺大槻教授が曲げてるのでさ、びっくりしたけどな。だからトリックでそのスプーンを曲げる方法っていうのは40通りぐらいあるんだよね。これはいくらでもあるわけ。で、それとね、例えば切断されたスプーンの断面っていうの違うの。電子顕微鏡見れば分かる。言いますよね。アメリカのいわゆる夕方の普通のニュース番組、アメリカは普通にその夕方のニュース番組で UFO の話とか平気でするじゃないですか。あの夕方だけじゃないよ、まあ、CNN 全部やる。 CNN 普通にやってるよ。で、日本はそれないじゃないですか。最近やたらと言わなくなってる感がすごい僕するんですよ。だってそんなのやったってさ、
なんだろうな、めんどくせえじゃん。そうなんですかね、対応がさ。需要の問題ですかね。まあ需要というか、テレビはみんな横並びだからさ、うんうんうん、なんでこんなこと報道してんだっていうの変なさ、なんで問い合わせ伝説食らっても嫌じゃない、特にテレビなんかさ、うん、だから政府がね認めてくれば。だから今年はすごい画期的で、アメリカの場合はもうアメリカ議会が UFO の存在をもう認めたので、ですよね。だからもうアメリカ議会において UFO の話をした時にもうちょっとやめてください、まあそういうのあれかもねとか言えないんですよ、うんうんうん、だからその議会においてその議員がね、下院でも上院でもその政府に対してこの未確認飛行物体 UFO に関して現在の取り組みはどこまであるんですか、じゃあ軍は今年1年間の間にどれだけのこういうようなデータとか遭遇をしてるんですかっていうふうに言った時にちゃんとデータ出さなきゃいけないっていうことになっちゃったんだよね。 UFO っていうのはこれはもともとアメリカの軍が作った用語で、そうですね、これが指し示す意味っていうのは地球が知的生命体がコントロールしている飛翔体っていうあるん、うんうん、だから今回あもうちょっと微妙なんだけどもペンタゴンが認めたっていうか UFO っていう言葉使ってないんだよね、うん、UAP Unidentified Aerial Phenomena、ね、物体でもない未確認空中現象だっていう言葉を使ってるからまだいいのよ。なるほど、まだいいのよ。これを UFO って言葉を使うとそれは地球が知的生命体地球人以外の存在があるっていうことを大前提にするから、うん、オブジェクトとして存在するってことだよな、うん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 、それをコントロールしてるのはだって地球人じゃない、うんうん、まあ地球人にまたこういろいろ語弊はあるんだけど、うんうん、なるほど。ここがすごいデリケートの問題で、さらにこれは軍だから軍が発表した以上はそこにはただ単にこうあります UFO ですじゃない、いろんな戦略戦術とかいろんなことを考えた上で出してる、うん、やってることだ、うん、だから変な話この額面通り普通にこれを受け止めてると後でバカ見る。なるほどね、うん、もっと恐ろしいですね。いやこれ絶対聞きたかったのがですね、いやそのロズウェル事件があるじゃないですか、うんうん、僕あの編集長がいろんなところでロズウェルの話をされていることを実は結構追っかけて見てて、でその中で一個だけね最後まで語られてなかったけど触りだけ言って途切れてるやつがあったんですけど、その夜ロズウェル事件はあの僕は知らないです、全然知らないですけど編集長曰くそのロズウェル事件というのは司会文書に行って最後にに日本の生ハゲにまでまた面倒くさい話つながってるんだもうそろそろ時間つく、もうちょっとありますもうちょっとあります、それはねちょっとね話長くなる、長いんですねそれやる明日の朝までかかるよ。いや嘘、それをちょっとダイジェストにできないか、なんかもうちょっと短くロズウェルと司会文書ってでもどうつながるんですか司会文書は司会文書で謎ですけど、ね、これ見てること司会文書とか、あでもエヴァンゲリオンで有名になったからな、あそれもあるし最近もねあの一部なんか破片が見つかったとかね、そうなんですよね、イスラエルに司会っていうね死の実デッドシーってあるんだけども、うん、そのほとりの洞窟から1947年にその最初出てきたんですよね、旧約聖書の写本、写本だけじゃないんだけど文書が見つかったっていう、羊飼いだとかね、うん、見つけた地元の人が見つけたっていうやつ、でそれは今から2200年ぐらい前だよね、2200-2100年ぐらい、だからイエス・キリストのキリスト教が生まれる直前ぐらいまでの旧約聖書の写本が見つかったんだよね、ダニエル書とかいろいろあるんだけど、うん、まあその書かれてる内容っていうのがある種の予言あってて、でちょうどロズウェル事件と時期が重なる、うん、重なるんですよね、その予言が
予言というか見つかったのがね。ああ、そうですね。見つかった時期。それはもう偶然と見るか云々っていう。これはユダヤ教の予言っていうのは神の予言だから、そういうことは別にね、ただ単に世の中で言う偶然ではなくて、ちゃんと神の意志であるという話になる。ただこれはまたね、大前提としてちょっと、うん、壮大なわけですね。うん、司会文書がなぜその日本と関わるのかとかね。関わるんですか。ええー。やっぱだってそうしないと生配に繋がらないもんね。すごいな。いや、ちょっとその根本的なところ、まあ、ただ一つだけこう、その生ハゲっていうことで言うと、生ハゲと全く同じ祭りがヨーロッパにあるでしょ。いや、それ知らないです。え？だからそこから話さなきゃいけない、ね。ヨーロッパに、これからの季節だよ。来月、来月、まあ11月から12月にかけてヨーロッパでは、特にあのクリスマスのシーズンには、はい、僕ヨーロッパよく出張しますけど、あんまりわかんないな。どんなお祭りがあるんですよ、はい、特に東欧系の祭り、はい、ドイツ、オーストリアの、はい、ポーランドとか、そう、検索でね、クランプス、はい、はい、クランプス分かりますよ。クランプス、まさにあの、クランプス、はい、僕ゲームの中でよくクランプスって、クランプスのあれ出てくるんだよね。うん、俺がやってるゲームでよくね、まあ、クランプス、はい、でクランプスは生ハゲでしょ、あれ。あ、確かにそうですね、やっぱね、こういう、うん、あ、あれはそうなんですか。あ、確かに似てんな、言われてみりゃ。同じよ。クランプスって何のために来るの。あれ何のために来るんですか。山から降りてくるんだよ。ああ、同じだ。で、山から降りてきて何やるの、うん、この木の枝を持って一軒一軒で子供たちにバン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 、ね、親の言うこと聞いてるか、ね、宿題やってるか、風呂入ってるか、ババンババンバンバン。いやごきげんよう。いやいや、そこではないですけど、でも確かにそうですよね。本当は共通部が全くないじゃん。でもしかもそのクランプスっていうのはクリスマスの祭り、まあ、当時の祭りね、当時の祭りで、先頭がサンタクロースなの。サンタクロースの後ろにあの化け物がこう並ぶわけ。ああ、おかしな話ですね。よく分かんない。サンタクロースってどっかこのキリスト教のね、あの行事というかさ、はいはいはい、そういう聖人だ、例えばセントニコラスって言うけど、はい、モデルがいるとは言われますね。言うけどね、うん、何言っちゃってんのみたいな、うん、サンタクロースは生ハゲだよ。なるほど、あ、そうなんですね。あ、まあ、確かに日本もそうだもんな、あれ雪国の話だもんな。あ、じゃあ長くなるよこれ。そういう神話みたいなつながりがあるわけですね。神話どころじゃないよ。あ、 DNA どこって DNA なんですか。だから長くなるって。そうか、長くなっちゃうのか。長くなるんだよ。ちなみにあのロズウェルのあの事件で言うと、あの、編集長のロズウェルの話はすごいいろいろ見てるんであれなんですけど、そのあれいろんな説ありますけど、その一個よく根強い説として、あの逆にアメリカ軍がその UFO 的なああいうものを実はたくさん本当に秘密兵器みたいに作ってるのを隠蔽するためにわざと宇宙人だったそうじゃないみたいな話を、あいつら自身がこう流した噂だみたいな話ってあるじゃないですか。まあこのレベルね。そうそう、あ、やっぱでもそれはこのレベルの、ああ、それは真相ではないんですかね。じゃあ、いいじゃん、そこでも満足してれば。ああ、なるほど、それはそれで、まあ大体こう2回転ぐらいの人が大体こう、ああ2回転、これが 4、5 回転してくるとまた違うわけですね。そうそう、まだまだ見えてくるわけですね。まだまだ絶望が足りないから。なるほど、これを絶望が足りないわけですよ。これをこうできて、そこを超えて、その絶望を超えていくともっと先が見えてくる。なるほど、やばいやばい、ほんとやばいんだから。宇宙人の死体はあったんですかね。え、ないとでも思ってんの。いやいや、ただその僕ももちろん本物は見たことはないので。何言ってんの。もうそれは特にあるわけです、ね、だからさ、あの1947年の段階でもね、遺体があって、その後ね、はいはい、ね、はい、分かるでしょ。当時だって血液型ぐらい分かるわ。ああ、そうですよね。どういう人種か分かるわ、うん、後に DNA 検査もするわ。します、ね、全部解剖して、はい、全部やつらが、
うん、分かったもんだって。すぐ分かったよ。こいつら、あ、地球外生命体だと。地球外知的生命体。知的生命体。どのあたり。その地球外知的生命体の大どんでん返しが。はい。あるんですか。え？地球、まあ、あんまりだから、まあ、今度な。今度な。もう絶対また呼ばなきゃいけないと思う。宇宙人がちゃんと拉致して解剖してチップ埋め込むべきはこの方ですよね。そう、本当ですよ。うん、本来であれば。まあ、編集長はひょっとしたらちょっとち俺らと違うかもしれないけどね、別にね。確かに。なんか言いに来てる人の可能性あるからね。うんうん、可能性ありますよ。ああ、まあ半分当局の手先ですから。手先。でも、まあ、片棒担いでるなっていう実感はありますよね。うん。いいように使われてこういうムーンの記事にしてね。でもあの読者の人たちはちゃんとそれを裏を読んでくれるから、ね。そうですよね。アラさん締めてください。締めたくない今日は。そうは言っても。俺ここで表紙に書いてあることだけでもまだ聞きたいこといっぱいあるな。ピラミッドのエジプトの話とか今ね娘がエジプトに興味持っててね。これはね あれですよ、ミオグラフィーっていうと本当にあの最先端の技術で、宇宙船、まあいわゆる電子あるでしょ、はい、電子と同じレプトンなんかの、はいはい、ミュオンっていう、これはミュー粒子、はいはい、まあ漢字あアルファベットとかではムー粒子って書くんだよね、はいはい、そうですよね、まあ、で、うん、要はスキャンしちゃう、レントゲン取っちゃう、はい、エクサンがあって、そうすると未知の部屋が、空間があるって あるんですよね、あそこね。やったよな。いや、あれ言われてんだよ、そういうのが。その、いや、本当に出てきたんだよ、実際。その研究をしている教授に直接取材して。で、なんですよね。そんなムーン、12月号。だから、ここ、急に真面目な科学。そうですよ。これ、昨日発売だっけ、いつ発売でしたっけ、もう発売中です。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 9日発売です。好評発売中でございます、うん、さっきの話じゃないけどやっぱ本物見なきゃダメだよね。そうだからそこでその来てもらいます、うん、だからそのさっき言ったね超能力者の清さんの本物見てなんぼでしょう。ちょっとやってほしい。ちょっと待って俺本物見たいな。そういえば確かに俺いろいろ言ってるけど手品を100個見てもしょうがないでしょ。本物あってないもんな。本物見ないと。みかんさん呼んだら来てくれますかね。いや新たな番組それはあのこちらの交渉次第じゃないですか。あでも繋ぐことは全然 OK。 ちょっと繋いでもらう。繋いでもらいます。これはもそれ本当にカメラの前でやってほしいですね。あやさん締めの今日2回目ですけどあやさん締めてください。あやさん締めてください。あやさん、いや俺あのマヤのカレンダーの話まだしてないんだよね。あれは物理的に書けなくて終わってるのかどうかって話今度ちょっとやりたかったんで。原さん今度また来てもらえますか。じゃあオーパーツもちょっと不流だけ言ったけどオーパーツの話もまだしたいんだよ俺本当は。来てもらいましょうよまた。だからもう実際にあのやってもらうのと。そう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 。あそうそれはねあのキヨさんそっちがまずじゃ。キヨさんもうちょっと今日は諦めますけど、うん、ちゃんと本物見ないと。もうさあの視聴者の皆さんあのこの回は本当は年間レベルでやりたい。はい、はい、あの日本立てになります。そうですね。すみません僕のねファンの方あの特にヨーロッパとかアメリカに多くて一生懸命字幕読みながらあの追っかけてくれてる人はあのちょっとある意味日本のある意味世界から見ればローカルなマガジンの話に終始してしまいまして申し訳ないんですけどあのでも話はグローバルですから、ねうん、あのっていうことに僕は興味あるんです。全く今回本当に趣旨が違うけどいやもう原田の場はこれは特別編ですから、ね、あもう本当ということで僕の憧れ あの編集長に来ていただきまして今日はいろいろ話が聞けてあの満足ですとは言いません。僕はまだまだ聞いてい世界の入り口といいますか、はいまあ、スターゲート、スターゲートビジネスのポータルということでただこれ戻れないですからね。ポータルをくぐると一歩足を踏み入れしてまったということで、はい、今日は、はい、まあ
ある意味お祝いをしたいと思います。ありがとうございます。